どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。やっとこながら新年のツリーが完成するぞよ。なかなかプレイする時間がなくてのう。皆さんはもう完成しておるじゃろうか。ということで早速新年のツリーを完成させてみるぞよ。まずは最後に必要な素材アイテム。ツリーの上に飾る星のやつじゃな。よし、これで受け取ったぞよ。さて、このツリーは一体なんじゃろうかのう。ただの装飾品か。いや、何かプレゼント的なものがもらえるとか書いてあったのう。その前に完成させてじゃな、見てみることにしようじゃないか。現在はただの木の状態じゃな。この星を設置してじゃな。建造ボタンをポチッとな。ほう、飾ったり、天然のツリーが完成じゃ。そんでもってじゃな、ほう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 、このアイテムを入れるのじゃな。これなら何個か持ってたぞよ。ツリーの下のプレゼント。新年のツリーの下で見つけたサプライズプレゼントよりも嬉しいものがありますか？ありますか？ってわしに聞かれてもじゃな。ギフトの靴下は、新年チャレンジからの箱、クランプスの施設、新年の敵からもらえるらしいのう。ということで早速入れてみるとするか。これをここに入れてじゃな。なに？ 23 時間59分じゃか。1日かかるのか。クリスマスのオルゴールみたいなのは聞こえてるのじゃがな。わら。仕方ない、1日待ってみよう。ということでじゃな、1日が経ったぞよ。早速見てみることにするかのう。おう、プレゼントが入っておるのう。そう、これこれこれ。これが一体どんなものが入っておるのかみたいのじゃ。よし、開封といこうじゃないか。何が入っておるのかのう？ポチッとな。おう、武器が入っておるではないか。クッキーと二つ入っておった。まあ、武器ならオーケーじゃな。二つしか入っておらんけどじゃな、わら。ということで今回は新年のツリー完成とプレゼントの開封でした。まあ、ご報告までに。まだまだ日数があるのでじゃな。まだの方はツリーを完成するのには時間があるぞよ。それでは今回はこの辺で。また次回の動画でお会いしましょう。